EMDA 一般薬等審査部医薬部外品審査担当です。それでは、新規性を有する医薬部外品を承認申請する際の留意事項についてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はこちらの1から7の内容をお話しさせていただきます。まずは、申請区分1、2および3の範囲についてです。申請区分に関する通知及び関連する QA を求めた事務連絡についてはこちらに示す通りです。以降のスライドでは該当する QA 番号等を括弧内に示しております。なお、申請区分について判断に迷う場合は簡易相談をご利用ください。簡易相談については本説明会の基本的留意事項についてをご参照ください。申請区分1の範囲は、すでに製造販売承認を受けている薬部外品と、その有効成分または適用方法が明らかに異なる医薬部外品となります。適用方法が明らかに異なる事例及び注意事項はスライドに示した通りです。標榜する効能効果の表現、内容、作用の強さ等によっては、医薬部外品ではなく医薬品となることに留意してください。続いて、申請区分2の範囲はこちらの表に示す通りです。事例について次のスライドから詳しく説明いたします。申請区分2の1は、こちらに示すような希少認の有効成分を配合して、承認前例と異なる効能または効果を標榜する場合が該当します。申請における注意事項は区分1の場合と同様です。申請区分2の2は、希少認の有効成分を承認前例と異なる在形の医薬部外品に配合する場合が該当します。希少認の医薬部外品には存在しないような特殊な在形のものがこの区分に該当します。スライドの注意事項の一番下に示した範囲での在形の変更、例えば、液状剤から半固形剤への変更は、区分4、類似医薬部外品に該当します。申請区分2の3は、希少認の有効成分を承認前例の配合量の範囲を超えて配合する場合が該当します。なお、医薬部外品は薬機法において人体に対する作用が緩和なものとされておりますので、配合量を増やす場合には安全性の評価とは別に、人体に対する作用が緩和なものであるかを含め、配合量を増やす必要性等について十分な説明が必要となります。また、配合量を減らす場合には有効性の評価が必要となります。申請区分2のようは、同様の効果を有する希少認の有効成分を新たに複数組み合わせて配合する場合などが該当します。同様の効果を有する他の有効成分との組み合わせて承認された成分について、新たに単一の有効成分として配合する場合も該当しますので留意してください。こちらの表は、美白剤同士を複数組み合わせて配合する事例を紹介したものです。申請区分2の5は、希少認の有効成分を承認前例と異なる用法の医薬部外品に配合する場合が該当します。例としては、薬用歯磨き類においてブラッシングの有無を変更する場合、皮膚に適用し洗い流す用法から皮膚に適用し洗い流さない用法へ変更する場合等が該当します。化粧水から調布用法のパックへの変更についても区分2の5に該当しますが、有効成分の経皮吸収性が異ならないことをデータ等によって示すことができれば区分4に該当します。こちらは用法の変更が経皮とみなせるため区分2の5に該当しない事例です。なお、用事調整の用法への変更は原則区分2の5に該当します。用事調整とする場合の注意点は、基本的留意事項のスライド55をご参照ください。以上が区分2の1から5についてです。続いて、申請区分3の説明をいたします。申請区分3は、使用前例のない添加物を配合する、または使用前例のある添加物であっても前例を上回る量を配合する等の医薬部外品が該当します。詳しくはこちらのスライドの QA の記載の通りです。薬効を示す成分や有効成分の薬理効果を高めることを目的とした成分を配合する場合、添加物としての適切性を確認する必要が生じますので留意してください。申請区分3に該当する具体的な事例についてはスライド17から23をご確認ください。続きまして、申請区分1、2および3の申請における添付資料の範囲について説明させていただきます。
承認申請書に添付すべき資料は申請区分ごとに異なります。こちらのスライドに示しました通知の別表1とスライド26の別表2をご確認ください。必要な資料が添付されていない場合、審査を開始することができませんので、申請前に必要な資料が揃っているか確認してください。新添加物を配合する場合は、こちらの表にお示しした安全性試験が必要となります。その他の注意事項が QA その1の17に記載されていますので、合わせてご確認ください。また、希少人の有効成分を新たにエアゾール剤に配合する場合、原則として吸入毒性等の安全性について根拠に基づく説明が必要となります。これは添加物についても同様の扱いとなります。ここからは添付資料の作成にかかる総論的事項について説明いたします。申請の際は、申請資料として承認申請書3通に加え、資料概要や添付資料等を提出する必要があります。添付資料等の構成については、スライド32から33をご確認ください。9番、資料概要については、スライド34から37を参照してください。資料概要は、審査の際に申請内容及び開発の意図等を把握する上で非常に重要な位置づけの資料となります。具体的には、添付資料における重要事項をすべて記載した上で、実施した試験の方法、解析方法、試験結果を正確に整理し、試験結果等に対する申請者自身の考えを記載してください。なお、提出が必要な資料を省略する場合は、その理由を資料概要に記載してください。続いて、添付資料の項目ごとに資料を作成する際の留意点について説明させていただきます。まず、い、期限または発見の経緯、外国における使用状況等に関する資料の留意点についてです。い、1、期限または発見の経緯に関する資料については、スライド41から44を参照し、開発に至った経緯や希少人品目と異なる申請内容とする必要性、妥当性について説明してください。2、外国における使用状況に関する資料については、スライド46を参照し、外国における使用状況及び規制の状況を調査した結果について説明してください。3、特性及び他の医薬部外品との比較検討等に関する資料については、スライド48を参照し、希少人類似医薬部外品との比較表及び申請品目の特徴を記載してください。スライド49および50では、以降に関して紹介することが多い事例を紹介いたします。類似成分との同一性および差異については、網羅的な説明が必要です。例えば、由来植物が同じでも成熟の程度が異なれば、各成分に含まれる糖、アミノ酸等の種類や割合の比較も必要となります。また、新規成分の名称及び配合量についても、妥当性を確認できる資料を添付してください。新規成分を添加物として配合する場合は、有効成分を示さないことをどのように確認したのかを記載してください。外国での使用状況について、検索方法、検索時期によっては情報量が不十分とみなされる場合がありますので、検索方法、検索年月日を記載してください。添加物について、新規成分を配合する場合や、希少人成分を承認前例と異なる配合目的とする場合は、配合目的の妥当性について記載してください。また、新規成分を配合する場合は、その必要性について記載してください。続きまして、ロ、物理的、化学的性質並びに、規格及び試験方法等に関する資料の留意点です。ロ1、構造決定に関する資料及びロ2、物理的、化学的性質等に関する資料については、スライド52から55、ロ3、規格及び試験方法に関する資料については、スライド56から60を参照してください。
特許及び試験方法に関する資料について、新有効成分または新添加物を配合する場合に特に留意していただきたい点ですが、天然物由来成分等であっても、可能な限り含量規格及び定量法の規定を検討してください。不可能な場合は、検討結果を示し、期限及び製造方法を具体的に記載してください。製造の各工程における条件とは、溶媒、温度、時間等を含みます。また、出発原料と最終生成物の割合だけでなく、各工程段階における収量、収率等についても可能な限り具体的に記載してください。液体クロマトグラフィーまたはガスクロマトグラフィーを設定している試験のシステム適合性に関わる取り扱いについてですが、新有効成分及び新添加物については原則として、当該成分の規格にシステム適合性の設定が必要です。また、その他安全性品質確保の観点からシステム適合性の設定が特に必要であると考えられる成分についても設定が必要です。続いて、ロコウの主に新規成分に関して紹介することが多い事例を紹介いたします。物理的化学的性質の評価が希少認成分との規格との比較のみの場合がありますが、新規成分がどのような構成成分からなるかと十分な解析を行い、その特性を可能な限り明らかにしてください。単に希少認成分と同一の規格を設定するのではなく、新規成分の本質や実測値、製造方法等をもとに適切な規格を設定し、その妥当性について説明してください。紫外可視吸収スペクトルは、新規成分等の物理的化学的性質を示す資料としても必要となりますので、光安全性試験の実施の有無に関わらず添付してください。新規成分等の製造方法は、規格設定の妥当性の確認に必要となりますので、フローズ等を記載してください。化学反応を伴う場合は、行動式を用いて反応式を記載してください。生成方法等についても具体的に記載してください。新規成分の純度試験等の設定の妥当性が確認できるよう、製造方法には出発原料の配合割合、添加する成分の量または比率、最終生成物の収率、温度条件、反応時間、触媒や酵素の種類等についても具体的に記載してください。こちらに記載した例のように、新規成分の本質について検討が不十分と考えられる場合は、再検討をお願いすることがございますので、あらかじめ十分な検討を行ってください。試験実施日に加え、検体のロット製造年月日についても記載してください。設定された規格項目ごとに設定理由を記載してください。規格幅の設定理由については、実測値からどのように考えてこの規格幅を設定したのかが分かるよう具体的に記載してください。赤外吸収スペクトル NMR マス等において帰属を示してください。成分以外で残留が確認されている成分については、その安全性の考察を行った上で、純度試験として設定する必要性等を説明してください。移植法による重金属、ヒ素の純度試験について、吸光度測定による添加回収試験結果を記載してください。なお、添加回収率は原則として70%以上であることが必要となります。油脂を原料とする新規成分の場合、油脂を構成する脂肪酸の種類や割合を可能な限り記載するとともに、本質や確認試験等の規格に反映させる必要がないか検討してください。続きまして、歯安定性に関する資料の留意点です。安定性試験はスライドにお示ししました薬品第43号通知に基づいて適切な条件下で試験を実施してください。新有効成分を配合する場合、新有効成分原体及び製剤での長期保存試験、加速試験、加国試験を行い、安定性の評価を行う必要があります。ただし、加速試験により3年以上の安定性が推定されるものであって、新生児において長期保存試験により暫定的に1年以上の有効期間を設定できるものについては、長期保存試験の途中であっても申請は可能です。新添加物を配合する場合は、新添加物原体の安定性試験が必要です。新生児には加速試験成績を添付することで差し支えありませんが、提出された試験の結果や成分の特性によっては、審査において長期保存試験成績及び加国試験成績が必要となる場合があるため留意してください。また、製剤の安定性についても審査の過程で試験成績が必要となる場合があるため留意してください。こちらのスライドでは、ハコに関して紹介することが多い事例を紹介しております。
続きまして、2、安全性に関する資料の留意点です。スライド70から71には、医薬部外品の安全性試験を実施する場合のガイドライン等について、スライド72から75には、動物実験代替法に関する通知等について記載しておりますので、ご参照ください。基礎試験の実施においては、スライド76から79に示した点に留意してください。詳細は、平成29年4月13日に発出された、医薬部外品に関する臨床評価ガイドラインの第3項をご参照ください。人を対象とした試験については、倫理審査委員会での審議承認、被験者の自由意思に基づく同意の取得は必須です。これには、皮膚刺激性評価体系に関するガイダンスにて示されている、ヒト RIPT および ROAT も含まれるため留意してください。ヒトパッチテストに関しても臨床評価ガイドラインの第3項の括弧1が参考になりますのでご参照ください。人における長期投与試験が必要となる場合や試験デザインについても臨床評価ガイドラインに詳細が記載されています。丸1の A から C までを満たす製剤では、実際の使用方法における長期投与時の安全性評価が必要となります。また、希少認の成分でも、こちらの丸2に該当する場合は、必要に応じて長期投与試験が必要となります。また、試験デザインは、重ね使用や同一の有効成分を含有するシリーズ品の同時使用を想定したものとしてください。具体的な試験デザインについては、臨床評価ガイドライン第3項の括弧2および平成30年3月29日付事務連絡 Q&A を参考にしてください。医薬部外品は日常的に継続使用が想定される製品であり、原則、医師や薬剤師といった医療関係者の管理下で使うことを前提としているものではないことから、安全性に関する十分な評価検討が必要となります。スライド82から83を踏まえ、申請前に十分な安全性評価を行ってください。なお、安全性評価の際は、丸2の通り、実際の使用方法に基づいた評価を行い、市販後の安全性が保証できるのか、十分に検討してください。安全性試験を実施する際の注意点は、こちらのスライドを参照してください。特に、試験実施濃度については、十分な安全率を勘案し、設定してください。スライド84から85には、安全性に関する資料を作成する際の注意点を記載しております。丸1について、本資料の冒頭に要約一覧表を作成することとしておりますが、一覧表には試験項目および結果だけではなく、危険物質の濃度および希釈溶媒の種類についても記載してください。丸6について、原則として実用時の適用経路が経皮である場合には、経皮吸収に関する資料が必要です。省略する場合にはその理由を説明してください。2項の紹介の多い事例はこちらに示した通りです。安全性に関する資料に記載されている成分名と承認申請書に記載されている成分名が異なる場合は、どの成分を対象に試験を行ったのかが分かるように記載してください。原則としてできる限り高い濃度での試験実施が望ましいことから、現役で試験が実施できない場合はその理由等を記載してください。また、希釈溶媒の選択理由等も記載してください。非原動植物本質、製造方法、不純物の種類、量等が異なる場合、希少認成分の類似成分であるとは判断できません。新規成分を対象として安全性試験を実施してください。安全性試験結果等から設定した配合量での安全性をどのように評価したのか、申請者の考えを記載してください。続きまして、効能または効果に関する資料の留意点です。基礎試験および人における使用試験については、臨床評価ガイドラインにて留意事項が示されていますので、合わせてご確認ください。基礎試験を実施する際は、スライド88および89の内容に留意してください。基礎試験を実施する際は、スライド90から92の内容に留意してください。なお、ICHGCP の精神を踏まえ、十分な信頼性確保に努めるとともに、
人を対象とする生命科学、医学系研究に関する倫理指針を遵守して実施してください。基礎試験を海外で実施する場合は、こちらのスライドに挙げた事項に留意してください。次に、申請する際に特にご注意いただきたい事項について説明いたします。例えば、申請時点において実施すべき試験が行われていない、資料概要が作成されていない、申請者による評価がされていないといった場合、審査を進めることができませんので、資料に不足がないかあらかじめ確認した上で申請を行ってください。基本的留意事項のスライドと重複する点がありますが、差し替えの際にはこちらの丸1から丸5について確認を行ってください。次に、新規性を有する医薬部外品についての対面助言について説明いたします。こちらのスライドでは、新規性を有する医薬部外品を対象とした対面助言についてご説明いたします。新規性を有する医薬部外品を対象とした相談制度として、開発相談があり、申請に必要な試験、データ等について開発段階から相談を受け、助言を行います。また、開発相談を円滑に行うための事前面談があります。同一性のある医薬部外品を対象とした医薬部外品事前確認相談でも事前面談を実施しますが、開発相談のための事前面談とは提出資料や進め方が異なります。ここでは開発相談のための事前面談についてご説明いたします。事前面談は、開発相談を円滑に進めるために相談項目や提出予定資料の妥当性を確認することを目的としており、データの評価等は行いません。開発相談をお申し込みいただくには、日程調整依頼の前に事前面談を実施する必要がありますので、ご留意ください。事前面談を申し込む際の留意事項は、こちらのスライドに示した通りです。事前面談対象外の申し込みが散見されておりますが、開発相談の実施を前提としていない事前面談についてはお受けできませんので、ご留意ください。開発相談の相談区分は、防除用医薬部外品を除く医薬部外品の一試験計画確認相談及び新添加物開発相談です。一試験計画確認相談と新添加物開発相談をそれぞれ月1件、合計月2件まで実施します。詳細はお示しした通知をご確認ください。事前面談はこちらのスライドに示した流れで実施いたします。事前面談の中で開発相談の日程調整を行い、先着順で相談枠を割り当てます。開発相談については、スライド103および104に示した流れで実施いたします。事前面談で調整した日程に基づき、指定された日時に開発相談申込書を審査マネジメント部に提出してください。その後、開発相談実施日の6週間または7週間前に相談資料を提出していただきますが、相談資料提出時に提示された相談事項に新たな相談事項を追加することはできませんので、留意してください。なお、スライド102から104において示した図は例年と同じものです。現在はコロナウイルス感染拡大防止に伴い、一部変更されている部分もございますので、この後にご説明いたします。スライド108に示した内容に留意してください。医薬部外品の事前面談及び開発相談については、総合機構のホームページに詳細を掲載していますので、ご参照ください。最後に、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う業務の一部変更について説明いたします。審査業務について、申請者の希望がある場合、照会事項及び差し替え指示をファックス及び電子メールで送付すること、回答提出を電子メールで受け付けることが可能です。また、申請者の任意にとなりますが、申請時の添付資料は紙媒体と合わせて電子媒体も提出することにご協力いただけますと幸いです。その際はお手数ですが、提出された電子媒体が添付資料と同一の内容である旨を記載した宣誓書を添付してください。次に、開発相談業務について、現在対面形式での相談は行っておらず、テレビ会議システム WebEx 等で対応しています。相談者の希望がある場合、対面助言当日までの書類のやり取りを電子メールで行うことが可能です。なお、審査マネジメント部による相談の受付業務の変更について、こちらのリンクからご確認ください。
説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。